皆さんこんにちは、ウエスです。今回は大阪から名古屋まで行くんですが、皆さんならば大阪から名古屋名阪間を移動するとき何を利用するでしょうか？名阪間はいろんな移動の仕方があります。一番オーソドックスなのはこの新幹線でしょう。新幹線ののぞみ号ならわずか新大阪から45分で名古屋行くことができます。とんでもない速さです。2番目の選択肢に上がってくるのがこの近鉄特急。近鉄特急は2020年に特急ひのとりが新しくデビューし、非常に快適性が向上しました。近鉄特急を利用すれば新幹線よりスピードは劣りますが、日本トップクラスの特急サービスを利用することができます。鉄道マニアの方々ならば東海道線で移動するという方法もあるでしょう。東海道線は基本的にずっと転換クロスシート、そして快速列車も充実していて、特急列車でなくても別に苦ではありません。そして18切符期間内であれば、とてつもない破格で名阪間を移動することができます。そして近鉄の普通や急行など無料列車を乗り継いでいくという方法もあります。今回僕はこの近鉄の無料列車のみを乗り継いでいきたいというふうに思います。名阪間の近鉄無料列車移動のメリット、デメリットを抑えながら、今回動画を作っていきたいというふうに思います。というわけで本日もよろしくお願いいたします。近鉄の鶴橋駅に来ております。今から近鉄の鈍行列車を乗り継いで名古屋に行くんですけれども、今日は平日ということで朝早くからあんま急行とか動いてないんで、乗る列車も普通の大和八木行きということで、各駅に泊まりながらまずは大和八木まで行きたいというふうに思います。Thank you.
ヤマトヤギに到着しました。さっき乗っていた普通ヤマトヤギ行きは、この駅から急行伊勢中川行きに化けるようですね。ですから、さっき乗っていた列車でそのまま伊勢中川まで移動できるということです。このヤマトヤギで、この旅で初めて特急に抜かされるということですね。やってきた特急はおそらくこれはビスタカーです。特急賢島行きビスタカーに抜かれます。
服だらけ。大阪ウェルカム。
ご乗車ありがとうございました。名古屋終点です。名鉄線、地下鉄線、 We're taking Kintetsu Railway. This is the final stop, Nagoya. Station number E1. Please change here to the main Tetsu, Subway, JR, and Aonami lines. Thank you for taking Kintetsu Railway. 両側の扉が開きます。南側の扉が先に開きます。ご注意ください。The doors on both sides will open. The doors on the left side will open first. Please be careful. お客様にお願いいたします。歩きながらスマートフォンや携帯ゲームを操作すると大変危険です。お客様同士の接触事故やホームからの転落事故につながりますのでおやめください。というわけで終点の近鉄名古屋駅に到着しました。今回はずっとロングシート、そして朝ラッシュにぶち当たってしまうなど、とても快適とは言えない状況ではありましたが、やはりお金には換えられません。名阪間には本当にいろんな移動の仕方があります。いつもは新幹線に乗っている人も、たまには特急ひのとりに乗ってみたり、18切符で移動している人も、たまには近鉄に乗ってみたりすると新たな発見があると思います。というわけで名阪間最安値近鉄無料列車で行く名阪間の旅、今回の動画ここまでにしたいというふうに思います。というわけで皆さんどうもご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。